それではスタート地点の滝脇さん、そちらの様子いかがでしょうか。はい、こちらスタート地点です。チームサスケの森本さん、意気込みはいかがですか。ちょっと広い球場でかなり緊張してるんですけど、サスケで鍛えた体でいいレースができるように頑張ります。ありがとうございます、頑張ってください。そしてディアーナのミサさん、決勝じゃないサスケの方々と対決ということでいかがですか。はい、サスケの方々と一緒に走らせていただくのとても光栄なので、さっきは負けてしまったんですけども、より加速して頑張りたいと思います。ありがとうございます、頑張ってください。はい、そしてこちらゴール地点でございます。アキさん、一言お願いします。はい、皆さんとても速そうなのですが、私たちも意地を見せられるように頑張りたいと思います。そしてダルビッシュさん、いかがでしょう。絶対に勝ちますよ、負けないです、負けないです。期待しております。さあ、アンカーは距離がね、三塁側のあたりまでね、伸びておりますので、このあたり最後のバトル、アンカー勝負というのも注目していただきたいと思います。それではスペシャルエキシビジョンマッチのスタートです。解説には山田勝美さんにもお越しいただいております。いやー、VSさて、果たして勝つのはどちらか、そうですね。そうですね、いや、もうすごいプレッシャーですね。はい、本当、横浜ファンの皆様、申し訳ないです、勝たせていただきます。さあ、監督からも声がありました。独特の雰囲気の中、行われますディアーナ VS チームサスケ、勝つのはどちらか、それではいきます。用意、スタート。さあ、チームの方が挽回してくれたんで勝ててよかったです。接戦でした、いかがでしたか。いや、49歳なんですけど、魂だけ先行かなくてよかったです。いやいやいや、すごい走りでした。そしていかがでしたか。いやー、もうすごい速かったので、もうなんか球場広すぎて自分のスピードが分からなかったんですけど、いやー、いい勝負でした、ありがとうございました。そして最後にダルビッシュさん、ナイスゲームでした。本当にすいません、勝っちゃった。本当に三浦監督見てますか、足速いですよ、来年盗塁いけますよ。松坂世代まだ頑張っております。皆さん、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ナイスランでした、両チーム素晴らしい走りでした、ありがとうございました。そしてここで重大発表があります。
こちら出ました。今年で41回目を迎えるサスケですが、今大会リアーナのアキさんの出場が決まりました。プロ野球のチアとしては初めてのサスケ出場となります。放送は TBS 系列にて12月27日夜6時からです。